アップル3、アップル3、アップル3は、アップルによって、アップル2の後継機となることを意図して、開発、販売が行われたビジネス向けのパーソナルコンピュータ。しばしば、アップル、と表記される。1980年5月19日に、最初のアナウンスと公開が行われ、その年の秋に公式に発売された。 アップル3の開発作業は1978年末にウェンデル・サンダー博士の指導のもとで始められた。サラという開発コードネームで呼ばれ、これはサンダー博士の娘にちなんで命名されたものである。深刻な安定性に関する問題のため、設計の全般的な見直しと製品のリコールを余儀なくされた。 アップル3は開発と生産が1984年4月24日に打ち切られ、また3プラスは1985年9月にアップルの製品ラインから姿を消した。アップル3は改良型のアップル2と見ることもできるが、だとすると1976年まで遡る8ビットマシンの警府の最後の後継者ということになる。 しかし、Apple 2の製品ラインには属していない。Apple 2のキーボードは、テレタイプ端末に基づいたキーボードである。これに対して、当時ビジネスユーザーがパーソナルコンピュータに望んでいた重要な機能は、真のタイプライタースタイルの大文字、小文字を備えたキーボードと、80カラムのディスプレイだった。これに加えて、このマシンは、事務用機器として、 米国連邦通信委員会の無線妨害の企画認定を取得する必要があった。IBM が1981年に完全に新しく16ビットマシンとして設計された IBM パーソナルコンピューターを公開するとすぐさま様々なクローンマシンが安価に入手できるようになった。ビジネスマーケットはあっという間に PC ドス MS ドスプラットフォームに移行し、この結果、 アップルの8ビットマシンの製品ラインからは遠ざかった。数々の安定性の問題や製品リコールにもかかわらず、アップルはついには信頼性を備えた実用的なバージョンのアップル3を製造できるようになった。しかしすでにこのマシンの悪い評判は確固としたものになっており、これが直接的な原因となって商業的に成功することはできなかった。 最終的には6万5000から7万5000台の Apple3 コンピューターが販売されたと見積もられており、Apple3 プ,プラスを含めると約12万台に達した。Apple の共同創業者であるスティーブ・オ,オズニアクはシステムの開発がそれまでの Apple のやり方だった技術者主導ではなく販売部門によって行われたことが AppLive の失敗の第一の原因だったと述べている。 アップル3の失敗によって、アップルはアップル2を段階的に廃止していくという計画の再評価を迫られ、結局古いマシンの開発を継続することになった。この結果、後のアップル2のモデルは、熱転写プリンターのアップル、スクリーブプリンターなどのハードウェアや、アップル3のソフトウェア技術が組み合わされるようになった。アップル3は、 ビジネスコンピュータたるべく設計されたマシンであり、Apple II の後継機である。Apple II は、ビジカルクやマルチプレーン、Apple イターといった、多数の重要なビジネス製品の創造性に貢献っていたが、そのハードウェアのアーキテクチャや、オペレーティングシステム、開発環境は貧弱なものであった。Apple III はこれらの弱点の解消を狙ったマシンで、ある。スティーブ・オズニアクによれば、 ビジッカルクとディスク2がアップル2の人気の要因となっており、売り上げの90%がその当初のマーケットだったホビーストにではなくビジネスユーザーに向かっていた。アップルの経営陣はアップル3をビジネスマーケットにアピールするようにデザインし、アップル2を家庭用や教育用コンピュータのユーザー向けとして切り離すとでマーケットセグメンテーションを明瞭に確立するつもりであった。 経営陣は、Apple i が発売になれば、Apple の販売は、半年のうちに終了すると信じていたとオズニアクは、語っていい。Apple i は 1.8MHz シナーテック 6502A、または6502バイト8ビット c p u を、搭載し、バンク切り替え技術、さらに改良された Apple ファミリーの一部のマシンでも、 用いられていたによって 256KB でのメモリーにアクセスすることができた。サードパーティーの中には Apple 3を 512KB までアクセスできるようにするメモリーアップグレードキットを販売するものもあった。Apple 3にはこの他に大文字、小文字を表示できる80から無24ラインのディスプレイ、10キーパッド、デュアルスピード、圧力検知式カーソル制御キー。 6ビットオーディオ、内蔵型5.25インチフロッピーディスク装置などが組み込まれていた。グラフィックスのモードには560-192ドットのモノクロと280-192ドットの16色、内視16階調グレースケールがあった。Apple II とは異なり、ディスク3コントローラはロジックボードに組み込まれていた。Apple III はスクリーンフォントとキーボードレイアウト、 クワーティ配列か、ドボルジャーク配列のいずれかをユーザーが選択できる最初の Apple 製品である。キーボードのすぐ上にキーボード切り替えスイッチがありその場で変更できる Apple ッ,ックとは違い、Apple 3ではこの変更をプログラムの実行中に行うことはできなかった。Apple 2と DOS 3.3の最大の制約の一つはそのリソースのアドレッシング方式にあった。この方式では スロット5、6は記憶装置に予約、スロット2はシリアル通信インターフェースに予約、など、周辺機器は標準的なスロット位置に実装されることが半ば、強制されている。この制約のためユーザーは、周辺機器を、その物理的な実装位置によって、例えば PR6、カタログ、D1 といった具合に識別しなくてはならなかった。Apple 3では、Apple SOS、 アップルソースと発音すると呼ばれる改良されたオペレーティングシステムが導入された。周辺機器にその物理的な実装位置ではなく、名称でアドレッシングできる能力によって、アップル3のスケーラビリティは向上した。さらにアップル SOS は、アップルプロファイルハードディスク装置などのような記憶装置の全容量を単一のボリュームとして扱うことができたし、 また、階層化ファイルシステムをサポートした。Apple SOS の機能や、コードベースの一部はリザ、l i a 7 7や、マッキントッシュシステムソフトウェアのみならず、Apple 2のプリドースやや GS、OS オペレーティングシステムへと進んでいった。また、Apple 3には、Apple 3ビジネスベーシックと呼ばれる新しい、ベーシックインタプリタが導入された。そして、 あとにはより構造化されたプログラミングのために u アスドパスカルが導入された。アップルはアップル3がホビースト向けではないと見ていたことからアップル2に添付していたようなソフトウェアに関する技術情報のほとんどを公開しなかった。アップル3は当初アップル2シリーズを直接置き換えることを狙っていたのでアップル2ソフトウェアに対して広報互換性を持つよう設計されていた。 しかし、Apple II プラットフォームでの開発が継続されることは、Apple にとって望ましくなかったため、この互換性は特別な Apple II モード上だけに存在し、その能力は4 8 k バイト a p p l e II のエミュレーションに制限されていた。さらに大容量のメモリーなど、Apple III の改良された機能へのアクセスを妨げるために、わざわざ特別なチップが搭載されていた。 アップル3が発売されたこの当時、アップル2のビジネス向けプログラムは、大抵が、例えば 16K バイトのランゲージカードを搭載した 48K バイト、アップルイなど、最低でも 64K バイトのラムを必要としていたので、アップル3とは互換性がなかった。このことは、ユーザーの乗り換えを阻害する一因となった。アップル3には、 システムの再構成及びファイル操作を行うためのシステムユキラティスプログラムというプログラムが組み込まれていた。この他にもシステムユキラティスプログラムに統合され様々なプログラムを起動できるように作られたセレクター3というプログラムがあった。このプログラムは ON3 という大きな Apple3 のユーザーグループによって開発された。またカタリストという競合する製品を クオークソフトウェアという企業が開発していた。カタリストはセレクター3に比べて粗雑なインタフェースだが、その代わりにプログラムスイッチング機能とコピープロテクションをサポートしていた。プログラムの発売元は、この機能によって許可なく製品をバックアップされたりコピーされる心配なしにユーザーがハードディスクからプログラムを起動するライセンスを発行することができた。 アップルがカタリストを新型のプロファイルハードディスクにバンドルすることを決定したことにより、クオークはその長世に知られたが、それでも ON3 はセレクター3を廃止することなくその月種を通じて販売を続けた。セレクター3の販売とサポートは、クオークがアップル3用製品ラインを廃止した後も長く続けられた。アップル2の拡張カードには、 アップル3との互換性はあったが、電波障害の規格に違反する危険があり、また専用のドライバが必要だった。しかし、アップルはそれを作るための情報を事実上一切公開していないとバイト氏は述べている。ソフトウェアに関して、アップルはハードウェアの情報をほんのわずかしか公開しなかった。アップル製新型周辺機器がアップル3のために いくつか開発された。オリジナルの Apple 3には内蔵型リアルタイムクロックが搭載されており、Apple SOS から読み取ることができた。このクロックは後の改良型からは取り外され、その代わりに追加機能として購入できるようになった。Apple 3には内蔵フロッピードライブの他に3台までの外付けディスク3フロッピーディスクドライブを追加することができた。公式に アップル3との互換性が認められたのはこのディスク3だけだった。アップル3プラスの DB-25 ディスクポートにこのディスク3を接続するためには Apple 製のアダプタが必要だった。オリジナルの発売から1年後、Apple は改良型アップル3の発売とともにプロファイル、外付けハードディスクシステムの提供を開始した。 価格は5メガバイトで 3499US ドルで、さらに拡張スロットにプロファイルコントローラーカードを実装する必要があった。ロジックボードの設計上の欠陥が明らかになると、直ちに新たな設計のボードが制作された。このボードには低消費電力の回路、幅の広いプリントパターン、改良された IC ソケットなどが折り込まれた。 この 3495US ドルの改良版のマシンにはさらに 256KB のラムが標準構成として搭載された。販売済みだった14000台のオリジナルの Apple 3は変装されて完全な新品の改良版に交換された。1983年12月に Apple 3 Plus が発売され、同時に改良版の Apple 3の販売が打ち切られた。 その価格は 2995US ドルだった。この新型機には内蔵クロック、インターレースビデオ、標準化された背面ポートコネクタ、標準で 256KB のラム、そして新たに設計されたキーボードが搭載されていた。キーボードは初期のベージュの W、Apple ES スタイルのデザインだった。初期型の Apple 3オーナーは、 新型のロジックボードを保守用部品として入手することができた。また、Apple 3 Plus アップグレードキットと名打たれたキーボードアップグレードキットも入りできるようになっており、キーボード、カバー、エンコーダーロムと交換用のロゴがついてきた。このアップグレードは認定を受けたサービスマンが組み込むことになっていた。ウォズニアクによれば、Apple 3には100%のハードウェアに異常があった。 スティーブ・ジョブスは、コンピュータの騒音をなくすために、冷却ファンも通気口も設けないという、考えにこわった。後にジョブスは、彼が指揮したアップル・リザ、マッキントッシュ 128K から iMac に至る、ほとんどすべてのアップル製品で、同様のイデオロギーを押し通した。コンピュータからの熱を放散させるため、アップル3のベースは、重量のある鋳造アルミニウムで作られており、これが、 放熱器として機能するはずだった。アルミ製のケースの明らかな利点の一つは、歴代のアップル2を悩ませ続けた、無線妨害の問題を軽減することだった。電源部は、アップル2シリーズのような独立したカバーを持たず、ロジックボードから分離された、専用のコンパートメントの中に搭載された。このアルミ製のケースを使うという決定が、最終的には、 アップル3の信頼性の問題へと連なる技術的な障害を引き起こした。ケースの製造には長い時間がかかり、このケースがなければマザーボードを完成させることができなかった。やがてマザーボードには十分な用地がなく、すべての部品を搭載するためにはプリントパターンの幅を縮めなくてはならないことが明らかになった。 バイト氏が述べているように IC がそのソケットからさまよいでる傾向があることからアップル3の故障が多発したアップル3で多発した発熱によるトラブルは不十分な冷却と効果的に熱を放散する能力の欠如によるものだと言われているこの問題に対処するため後になってアップル3には放熱器が取り付けられたがそれでもなおケースの設計が原因で十分な放熱を 行うことはできなかった。あるユーザーは、その Apple 3がボードから IC チップが飛び出すほど熱くなって画面には意味不明のデータが表示され、あるいはディスクがスロットの中で溶けてしまうと述べている。テクニカルマニュアルには、ある種の問題に遭遇した場合に IC チップをロジックボードにしっかり挿入するために、マシンを3インチほど持ち上げてから落下させる方法が、 説明されていた。ケースの設計者であるジェディー・マノックは、マシンが適切に内部の熱を放散させられることは、テストによって証明されていたと述べて、設計の欠陥であるという非難を否定する。そして第一の原因は、ロジックボードの設計上の問題にあると主張している。このロジックボードは、細いプリントパターンを狭いピッチで走らせる、ファインラインテクノロジーを用いて設計されていたが、 この技術は設計当時、十分に成熟したものではなかった。チップがボードに挿入された後、ボードはウェーブソルダリングにかけられるが、この時本来接続されるべきではないパターンの間、ハンダブリッジが形成される。この結果、無数のショートサーキットが生じて、コストのかかる長時間の診断と手作業による修正が必要になった。アップルは基盤総数を増やして、 通常のパターン幅を持った新しい回路基板を設計した。新しい基板のレイアウトは、それまでのボードで使われていた、高価なカナダドル、CAM システムではなく、たった一人の設計者によって、膨大な数の製図板を使って設計され、そしてうまく動いた。通常のパターン幅で設計されたボードには、すべての部品を搭載できるだけの余地はなかったので、ラムのための独立した。 ドーターボードを既存のヒートシンクに合わせて設計しなくてはならなかった。初期のアップル3は組み込みのリアルタイムクロック付きで出荷された。しかし、このハードウェアは長時間の使用で故障した。アップルはナショナルセミコンダクターが出荷前にすべての部品テストしていだろうことを当てにしてこの水準のテストを実施していなかった。またアップルはこの部品をボードに直接 ハンダ付けしていたので、不良品のチップが見つかったとしても、簡単に交換るわけにはいかなかった。結局アップルは、リアルタイムクロックを搭載して出荷するのではなく、Apple3 の仕様からこれを削除して、レベル1の技術者が組み込む、周辺機器として発売することで、この問題を解決してしまった。様々な理由から Apple3 は、商業的失敗作となった。 販売開始時点での価格は 4340US ドルから 7800US ドルで当時販売されていた CP-M ベースのビジネスコンピュータの大部分よりもずっと値だった。ビジッカルクの他には Apple3 用のソフトウェアはほとんど手に入らなかった。またこのマシンは Apple2 互換として売られていたがそのエミュレーション機能は意図的に制限されてをこのため アップル3の改良された機能を、とりわけ、膨大な数のパスカルベースの、アップル2用ソフトウェアで必要な 64K バイトを超えるラムへのアクセスが使用できなくなっており、その有用性を損なっていた。初期のアップル3ユーザーは、既存の40カラムのアップル2ワードプロセッサと、スプレッドシートプログラムを使わねばならないし、こういったプログラムが適切なハードウェアをインストールした。 Apple 2の上で80カラムモードで使用できるようになるとセールスの足を引っ張ることになると告げられた。Apple 3ネイティブの80カラムのビジネスソフトウェアが入手できるようになるには発売から数ヶ月待たねばならなかった。Apple 3のオペレーティングシステムだった Apple SOS のファイルシステムやいくつかのデザインに関するアイデアは Apple 3が終わった後も そのビジネスマーケットでの事実上の後継者アップル、リザばかりではなく、アップル2シリーズの主要なオペレーティングシステムである、アップルプリドウスやアップル GS、OS の一部ともなった。HFS はマッキントッシュの進化に影響を与えた。当初マッキントッシュのファイルシステムは、フロッピーディスクのために作られた、サブディレクトリを持たないフラットなファイルシステムだが、 以降のファイルシステムは階層化されている。同じくフロッピーディスク用である IBM PC の最初のファイルシステム、これもまたはフラットだがハードディスク用に設計された後のバージョンは同様に階層化されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。